エリアンとガンちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。人の脳やべ、こちぼチャンネルへようこそ。この思い届け。届きましたね。今回のゲストはエリアンとガンちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エリアン、ガンちゃん、頼ませよ。こちらについてみんなで語り合っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、移住者ということでですね。移住者、はい、うん、移住者ですからね、はい、そうですね、はい、お二人とも移住者、はい、そうね、移住者ですから、はい、ここで移住者のね、いろんなことを聞けたら最高ね。最高ですね。最高です。対馬の印象、移住前と移住後ということで、印象にどのような変化があったか、まあ、前と後とそれぞれですかね、あのフリップにお書きいただければと思います、はい、お願いします。移住前と移住後ね。まあ俺は移住をねしたことないんでね、はい、リスさんとね、俺は、はい、自分も移住したことないんでね、はい、うん、それ聞けたらめっちゃ貴重よね。そうですね、はい、で今後移住してくる方々の、まあ、貴重な意見になる。そうですね、試練が、はい、一斉にフリップの方オープンお願いします。じゃじゃんじゃん。エリアンが前、緑、緑と、ありのままでいられる、はい、ですね、なるほど。でガンチャが前は不便、小さい、スーパーがない、場所がわからない、で、あと不便はない、でかい、栄えている。なるほど、なるほど、なるほど、なるほどね。ちょっと踏み込んだとこ行きましたね。そうですね、はい、で、エリアンはちょっと大きくね、見てますんで、はい、じゃあそちらの方から、ね、エリアンの方から。はい、来る前に私対馬に来たことがあるんですけど、うんうん、それがもう本当にちっちゃい頃、うんうん、あの家族と一緒に来た記憶があるのはすごく大事な思い出なんですけど、うん、もう直近本当に来る直前に、うんうん、あ、楽しみやなと思って、うん、地図見た時に Google マップ上から見てこんなに緑なんだって。まあまあそうね、9割が3人やねんね。だから私 Google マップって基本的にこう肌色かグレーかみたいなイメージやったけど、それは、はい、緑やん、緑、緑、はい、なるほど。まあそれ来てからも緑でした。前々はあるでしょ。緑、はい、はい。で、あとは、あとはありのままでいられるというのをすごく感じています。なるほどね、はい、じゃあ結局自分のそのままでおれる、うん、自然体でおれるみたいな感じですね。なんか東京におるときに、まあ、自分がやりたいことに挑戦しとったっていうのもあるけど、うん、頑張っとるのが当たり前みたいな。あ、なんかきついよね、それは。そうですね、頑張るのが当たり前、頑張ってるのが当たり前やし、それをどんどん超えていかなきゃんっていうのが、うん、なんかそれってすごく大事なことやけど、こっち来てからなんかその頑張りすぎなくてもいいというか、なるほどね、なんか自分自身であることでも受け入れてもらえるような人たちがすごい多くて、なんか生きやすい。うん、はい、ガンちゃん行きましょうかね。はい、前、まあ不便ということで、うん、前の職場で転勤するときに後輩から、僻地って大丈夫ですかって。僻地は地方だけね。そうそうそう、そう、うん。世間一般的に言えば、不便かもしれないよ。で、大丈夫なので、スーパーがないっていう。そう、スーパーがないイメージ。あとは、島、なんか、走って回れるんじゃないかなって思って。島一周、なんか、離島っていうとなんか、ね、ちっちゃいっていうイメージがあって、無人島的な、ね、島的な、そんなイメージが、あとも本当に場所がどこにあるかもわかんないし、何県かもわからなかったっていう、本当に来る直前にあれ、何県だったっけなーって住所調べようかなと思ったら、あ、長崎なんだ、やべえやつやべえやつ本当に。ただ離島に行きたかったっていう。で、自分が、まあ、不便なのがちょっと好きだから。そう、不便っていうか、そうです。うん。何でもありすぎるじゃなくて、うん、うん、なるほどね。自給自足じゃないけど、うん、そういうのも好きだから。そういったのを していきたいなって思ってたんで、なるほど。何を求めてたっていう。で、それが来てみてどうだったのかっていうのが。全然でけえじゃんって。まず不便で、まずない。不便がないです。不便がない。ない。それ、ガンちゃんからしての不便がない、ね。そうそう。自分の考えですけども。うんうん、まあ、買い物、生きてく上で、うん、特にね、佐伯さんとかありますし。うん、スーパーね。はい。はい、ね、コンビニもあるし、うん、確かに、全然買い物もできるし、うん、生活する上では全然問題ないのかなって、うんうん、まあ、確かにね、もありますしね、大きいところがですね、っていうのと、あとは、まあ、でかい。でけえじゃん。走って悪いよね。でけえじゃんっていう。はい。はい、続いてのトピックに参りたいと思います。はい。続いてお聞きしたいことはですね、こちらです。俺は、私は対馬でこれをやる。
やる。これをやるですね。はい、フリップにお書きください。これをやる。対馬という舞台でこう何をやっていくかっていう自分の将来のビジョンですね。なるほどね。はい。うんうん、例えば俺やったらね、あの人の頭の脳を全部ひっくり返したいですね。今対馬の人たちが持っとる、はい、新しいことをすると叩いたりとか、挑戦するとお前そんなできるわけないみたいな後ろ向きな考えを全部ひっくり返したいです。おお、ちなみにそうですだけどフリップに書くなら人の脳ですやべ、うん、できましたかね。はい、はいはい、では、フリップ一斉にオープンお願いします。どんじゃん、対馬初スーパー地方タレント。おお、焙煎所対馬で自分にできること半自給自足。おお、なるほど、なるほど、対馬発スーパー地方タレント。はい。まあもう今そんな感じですけどね。ですね。ありがとうございます。こう、対馬の魅力を発信するっていうのがすごく楽しいし、自分が対馬めっちゃ好きやけん。だからそれを続けていきたいし、もっと対馬を知ってほしい。し、なんかそれを自分がこう、なんか楽しく誇りを持ってやりよる姿を、なんか子供たちとかにも見てほしいし、一緒に絡みながらやっていきたいなっていうのがあって、スーパー地方タレントに。おお、なるほど。まあ発信者としてね、はい、それを貫きたいっていうことですね、はい。もう次世代のために何かしたいっていうのがまた小次郎さんとも繋がりますね。そうだね。うん。うん、負けんようにしないけどね。負けない。俺はハイパー地方タレントだ。スーパーとハイパーはね、どっちが強いかみたいな。ハイパーの方が強そうだね。そしたら今度はマスター地方ー確かに確かにいや素晴らしいですね。素晴らしい目標。まあ今もねタレントっていうかこう司会業とかガイドとかやられて、うん、で音祭りも司会進行ね、はい、やられてたんで、うん、まあまあもうそうなりつつあるけど、うん、がっつりね定着するようにということで、うん、職業みたいなのを定着されたら、うん、今誰もないんで、うん、そこでなんかしっかりお金もらってそれでも生きていけるっていうのが証明できたら、はい、うん、めちゃめちゃ革命やと思うんですね、うん、もう、うん、はい、まあ、そうなりつつあるけどね、もうすでに歌って踊れますし、確かに確かに何者ねえ何者やみたいな、はい、じゃあ次行きましょうかね。はい、焙煎所つまり自分にできる半自給自足。なるほど、焙煎所みたいな格好してるよ焙煎所みたいな格好から、ね、格好から入ります、はい、焙煎所。そうですね、はい、焙煎所とあとはまあカフェに併設してカフェ、まあ、自宅兼カフェというところでやっていきたいなっていうのと、できるところをしっかり作ってやっていくっていうのと、これ焙煎コーヒーでいいですね。コーヒー、あ、そうですね、コーヒーの焙煎所ですね。コーヒーの焙煎所、はい、今ちょっと立ち上げてはいるんですけど、それをもう作るっていうか、まあ、クワで今後やっていくんですけども、クワに店舗を作って、ね、そこで焙煎して、コーヒー豆を販売する。うん、っていうのと、あとは、まあ、コーヒーが飲めるところを、まあ、クワでちょっと、古民家カフェ的な感じのことを、まあ、ね、古民家カフェですね、をやっていこうかなと思ってます。で、それを半自給自足？半自給自足は、まあ、自分たちの生活。あ、生活をね。が、好きやけね。畑とか。畑とか。やってください。ね、釣りとか。半自給自足だと。まあ、自給自足だったら全部は多分、なかなか厳しいと思うんで、あとは、対馬で自分にできることをちょっとやっていきたいな、っていう、うん。例えば何ですか？自分にできること、うん、結構今、若い方々が当該に、対馬から結構出ていってて、ね、若い力が欲しいんじゃないかなっていうところで、うんうん、自分の時間を許す限り、なんか何でもやっていきたいな。まあ、だから焙煎所だけじゃなくて、いろんなことに自分ができることを、対馬に住ませてもらっていただいているので、やれたらなと。貢献できたらな。貢献できたらな。なるほど。素晴らしい。対馬愛も素晴らしい。そうなんですよ。だから対馬の人より対馬愛がすごいなんで、いや、こちらからしたらありがたいっすよ。うん。対馬の人、ねえ、もう、はい。なんか出身でもない、まあ出身かもしれないけど、その、なんかこう、対馬のことに対する愛がすごいけ、自分でもびっくりするんですけど、前世もしかしたら対馬じゃないのかなってぐらい対馬愛が。それはないですか？それはないっす。言いながらもうちょっと様子見てるから。ちょっとどういう、ちょっと違った。大丈夫ですか？大丈夫です。全部カットします。はい。育てね、ちゃんと。
さあ、ということで、はい、たくさんいろんな、新しい話というかですね、うんうん、あの未来の希望が持てるような話が出てきましたが、そろそろお時間と、なりますので、エリアンとガンちゃん、それではエリアンさんから、はい、本日の感想を一言いただけたらと思います。はい、今日皆さんと対馬での話だったりとか、なんか今後の話とかをして、すごいなんかワクワクな気持ちで、なんか、うん、そしてネガティブなことないじゃないですか、なんか結構なんか、うん、ワクワクしかないとか、なんか自分もまたかき立てられて、ここからまた頑張っていこうって思ったので、すごい楽しかったです。はい、ありがとうございました。ありがたいね、うん、ではガンちゃん、お願いします。こういった機会がなかなか初めてなんで、単純に楽しかったですね。撮影初めてだね。今そして手汗がすごいですね。ずっと、はい、楽しかったです。はい、じゃあ、最後にお知らせがあります。はい、自衛隊を辞めて、立ち上げた対馬焙煎所の、公式 LINE があります。コーヒーの注文とガンちゃんの今後の展開についてはそちらで見れますので。概要欄の LINE の方、概要欄の公式 LINE に、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご登録ください。いいね、いいね。かわいい。はい、そして、エリアンのダンス教室は子ども向けと大人向けでされております。エリアンの公式 LINE の方にお問い合わせくださいということで、ダンス教室の、はい、開催日程などはどうでしょうか。は、子どもたちのクラスが毎週土曜日にやっています。はい、で大人のクラスが毎週月曜日にやる予定なので、ぜひお問い合わせください。一緒に踊りましょう。はい、ありがとうございます。はい、公式 LINE 両方ともですね、ぜひご登録お願いしますということで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。